皆さんこんばんは。土浦ぶらり町歩きの時間です。司会を務めさせていただきますキララちゃんバスでおなじみの NPO 法人まちづくり活性化土浦金沢敦子です。よろしくお願いします。この番組では土浦の街をぶらりと歩きながら魅力的なスポットや土浦で活躍されている方々を紹介していきます。まずはじめに街の話題をお知らせします。毎年10月の第1土曜日に開催している土浦全国花火競技大会ですが、今年は茨城国体終了後の10月26日土曜日に開催予定となっております。それに先立ち土浦市立博物館ではテーマ展秋の夜空を彩る花火、土浦全国花火競技大会の歴史を開催しています。土浦の花火はなぜ夏ではなく秋に開催しているのかご存知ですか？土浦の花火の始まりから現在に至るまでの歩みが紹介されています。会期は11月10日日曜日までです。花火大会と合わせてぜひお出かけください。さて、新元号最初の今年度は土浦ブランドをテーマにお届けしています。番組を初めてご覧いただく方のために土浦ブランドとは何か紹介します。土浦ブランドとは、土浦の恵みが人を結び町のにぎわいが土浦を豊かにするをコンセプトに、ご覧の3つの分類で認定された土浦市産の農林水産物やその加工品に関せられるブランドで、その品の魅力を市内外に PR することで土浦のブランド力の向上を目指しています。現在こちらの32品が認定を受けています。詳しくはこちらのパンフレットや市の公式ホームページをご覧ください。さあ、8回目となる今回は第1期土浦ブランド認定品ワカサギのコンフィと、第3期認定品ワカサギのエスカベッシュを販売されている小松屋食品株式会社さんを土浦市イメージキャラクターの土丸が訪ねました。それではどうぞ。今回土丸は土浦駅の西口にいるみたいですね。本日お伺いする小松屋食品株式会社さんは、ここから徒歩で約2分のところにあります。地元では小松屋さんとしておなじみですね。それでは早速行ってみましょう。土浦駅西口に出たらペデストリアンデッキを右に曲がり、土浦市の自慢の一つ市立図書館が入っているアルカス土浦の前を左に曲がります。そのまままっすぐ歩いて階段を下り、さらに歩道を進むと小松屋さんの赤い看板が見えてきます。お店の向かいには春は鯉のぼり、夏は七夕飾り、冬には巨大ツリーとイルミネーションが飾られ、一年を通してさまざまなイベントが行われているうらら大屋根広場がありますね。小松屋さんのお店入り口ではうなぎを焼いているところを見ることができ、店内では1日限定20食の特上うな重なども食べられるそうですよ。それではお店の中に入ってみましょう。こんにちは、土丸、ようこそ。本日お店と土浦ブランド認定品をご紹介いただきます小松屋食品株式会社代表取締役柳生豪さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。土丸、早速土浦ブランドに認定された商品をご紹介いただきましょう。こちらがですね、土浦ブランドに認定されましたワカサギのコンフィと、ワカサギのエスカベッシュです。
美味しそうでしょ。土丸がよく見る、ワカサギは佃煮や煮干し、天ぷらなど和風なものが多いかと思うんですが、これは洋風の料理なんです。コンフィは、低温のオリーブオイルで煮て保存性を高める調理法。エスカベッシュは魚を酢漬けにした地中海料理の一つで、日本でいう南蛮漬けのようなものなんですよ。ワカサギのコンフィはですね、佃煮とは違う、新たな保存方法としてですね、仕上げました。エキストラバージンオリーブオイルやハーブや塩、そういったもので、ワカサギの食感を生かしまして、洋風に仕上げました。ワカサギは古くから、この辺では、佃煮とか、煮干しなどで、和のイメージだったんですけども、若い世代の人にも食べていただきたいということで、洋風にアレンジしました。フランスのリヨンにいますフレンチシェフとのコラボレーションで、お作りしております。ワカサギのエスカベッシュは、ワカサギのこのカルシウムとですね、ワインビネガー、そういった酸味がですね、ワカサギとの相性が良くてですね、隠し味に使ったナンプラーですとか、ドライフルーツとか、そういったものが、香味野菜ともよくマッチした美味しい商品だと好評でございます。当店は佃煮とうなぎで103年、4代にわたり4つの時代頑張ってまいりました。しかしながら佃煮は食文化の多様化により消費が落ち込んでおり、歯止めがかからない状況です。小魚はカルシウムが豊富で、世代を問わずぜひお食べいただきたい食材です。そんな中、佃煮イコール和食イコールご飯のイメージがあって、朝食などでは、パン食が当たり前になったこの時代に、ご飯のお供ばかりを考えていては次の世代までお店が続けられないのではないかと思い、バーなどで私はよくお酒を飲んでいました。その時に、よく食べていたアヒージョなどからヒントを得て、私の義理の兄でありますフレンチシェフの、力もですね、いただけたので、商品化に結びつけることができました。駅前でうなぎといえば小松屋さんと言われるほど地元に根付いた老舗の小松屋さんでも、お店を長く続けていくために日々新しい商品を生み出していらっしゃるんですね。扱う材料は霞ヶ浦産のワカサギという伝統を大切にしながらも、そこに洋のエッセンスを加えて新しいものを生み出す。創業から4代、100年以上という歴史の深さを感じますね。さあ、CM の後はワカサギのコンフィとワカサギのエスカベッシュを試食させていただきます。私たち織本工業はゼロからの設計、アフターサービスまで自社一貫体制でお引き受けいたします。企業はもとより、お客様一人一人のプランに沿ったご提案をいたします。安心できる豊かな暮らしを、株式会社織本工業。ホテルグリーンコアは土浦駅東口より3分の好立地で無料駐車場完備。宴会利用 OK の会議室もご用意しております。お客様の最高のおもてなしを目指して、ホテルグリーンコアでは自発的に仕事に取り組む社員を増やし、お客様との心の絆を深め、心と心を大切にいたします。めんどころベーヤンでは、お客様の好みに合わせラーメンを堪能してもらえるよう豊富なメニューをご用意しております。その中でも絶品なのが昔ながらの中華そば。様々なイベントにも屋台として出店しております。いつまでも変わらない至極の味、めんどころベーアン。手が作られなくなった庭木の手入れや草刈り、ハウスクリーニング、リフォーム、いらなくなったものの撤去回収もお任せください。ご家庭の困った、助けて、どうしよう、何でもお手伝いします。染谷生活支援部フリーダイヤル
0120-335-369 へまずはお気軽にお電話ください。土浦ブランド認定品試食タイムということで、土丸早速試食させていただきましょう。ではまずワカサギのコンフィからどうぞ。土丸、お味はどうですか？では次は、ワカサギのエスカベッシュを食べてみて。さて土丸、柳生さんに土浦のおすすめぶらりスポットを聞いてみましょう。霞ヶ浦湖畔のジョギングコースです。私の日課はジョギングなんですが、月間400キロから500キロ走っています。その中でもお気に入りのコースが霞ヶ浦湖畔コースなんです。春には満開の桜、夏には厳しい日差しを避けられる涼しげな木陰、秋には霞ヶ浦からの爽やかな風など、霞ヶ浦湖畔は四季を感じられる素晴らしい場所だと思います。柳生さんのジョギングする姿、私も街中でよくお見かけしますよ。霞ヶ浦湖畔のコースで四季の移ろいを感じながらのジョギング、至福の時間を過ごせそうですね。柳生さん、本日はありがとうございました。土丸、また遊びに来てね。新聞っていうのは人それぞれやっぱ読み方があるんですね。ただそれをじゃあお客さんが見つけられてるのかっていうと、なかなか見つけられてなかったりするんですよ。何か自分の気持ちが一個でも変わった瞬間に、あ、もうそれも新聞の読んだことになってるんですよ。考える大切さを伝えるっていうのが僕らのミッションだと思ってます。お腹が空いたらここ。いい雰囲気の店内。ローストビーフ丼、もつ煮込み、キーマカレー。ママのご飯、召し上がれ。創業65年。お菓子の老舗高月堂では、地元で採れた食材を使った無添加のスイーツを多数揃えております。常連のお客様から観光のお土産品としてまで、地産地消にこだわった地元ブランド認定品、土浦の美味しい魅力をあなたに。高月堂。今回の土浦ぶらり街歩き、いかがでしたか？これからも土浦をぶらりと街歩きして、土浦の魅力をご紹介していきますので、ぜひご覧ください。また土丸と一緒に街歩きをしてくれる土ぶらリストを募集しています。応募先はこちら。ご応募お待ちしております。それでは土浦ぶらり街歩き、次回の放送もお楽しみに。